T-26 は第二次世界大戦前からソ連赤軍などで使用された軽戦車である。ソビエト連邦初の量産型軽戦車 T-18 の後継となるべき不評支援用軽戦車を目指し T-19 と T-20 が試作されたが、これらはエンジントラブルにより実用化には至らなかった。百二十九年五月にソ連軍は イギリスのビッカース社が独自に開発していたビッカースロットン戦車をライセンス生産する契約書にサインした。これは V-26 として15両が輸入され新たな戦車開発のための参考となった。そしていくつかの他の試作戦車とのトライアルの結果改良を加えて T-26 として採用されレニングラードのボリシェビキ工場において国産化に入った。 1932年からは、同じく、レニングラードの第174工場も生産に加わった。1931年翌年にかけて、ビッカースロットン戦車同様に一丁ずつの DT 基準を備えた銃、等2機を横並びに搭載した、最初の方が量産された。これらの銃等は互いに干渉するため、270度の限定旋回しかできない。後に、 右中等に、ルノー系戦車や T-18 で使われていた、オチキス 37mm 戦車砲の、国産型 PS-1 を装備した型が作られた。1932年には、同じく右中等に、B-3 追戦車砲の戦車砲型 PS-2 を搭載したものに変更された。しかし、この砲は、新型砲の採用により、短期で生産を終えてしまったため、 1933年型として BT-5 同様に新型砲塔とさらに強化された 45mm 砲に換装されている。先行量産型は円筒形砲塔を搭載していたが、これはすぐに大型バススルを持つ馬底形砲塔に変わり、同砲塔は b t 5戦車や BA-3、BA-6 装甲車に搭載された。バリエーションとして、 は巻型無線アンテナのある T-26TU もある。1935年には、車体の接合に溶接が用いられるようになり、また、さらに後期の生産者では、砲塔後部に機銃のボールマウントが追加され、対空機銃の装備できる新型ハッチを持つなど、細部の異なるバリエーションがある。スペイン内線で、共和国ハガワに提供された、 t 二十六は、当時最強の対戦車戦闘能力を持つ四十五ミリメートル砲によって、ファシスト側に参戦した、ドイツの愛号戦車やイタリアのエル l 三十三といった機銃しか持たない、軽戦車を圧倒した。また、九百三十八年の満州、ソ連間の国境紛争である、チョーコボン事件では、 257両が投入され、日本陸軍との戦闘で9両が完全撃破され76両が損傷の損害を出している。損傷は日本陸軍によるものだけでなく、工作精度の低さから来るギアボックスや、貫式クラッチの故障によるものも多かったという。この後、ノモンハン事件でも BT 戦車と共に日本陸軍相手に戦っている。さらに、 1937年型として、側面が傾斜した新型の円錐型砲塔タイプが登場。スペイン内戦で火炎瓶攻撃を受けた経験から、エンジンの排気口に後方がメッシュ付きで開口したフードが付けられた。また、後には、車体側面も傾斜走行になった1939から40年型が登場している。 もっとも当時の状況を忠実に再現した映画、ウィンター王玄関の攻防戦では、その後ろ側から火炎瓶を投げ込まれ炎上させられるシーンがあり、また、それ以前のノモンハンでも同様に火炎瓶にやられているので根本的な解決には至っていなかったようである。実際、冬戦争では対戦車砲とフィンランド兵の肉薄攻撃により大きな損害を出しており、途中で 増加装甲を装着している。T-26 は出現当時は比較的強力な戦車であったが 15mm という主装甲の薄さと88馬力のエンジンパワー不足による速度の遅さによりソ連軍戦車兵には評判が良いとは言えなかった。また BT 戦車同様に機関部付近への榴弾の直撃でガソリンタンクが燃え上がることも多かった。 それでも本社は1938年夏の段階で約8500両、最終的に12000両以上という当時世界で最も多く生産された戦車となった。手前はフィンランド軍に露角使用された1933年型だ。奥はビッカース・ロットン戦車を武装強化した T-26E で車体機銃主席の天面層甲板に膨らみをつけた。 フィンランド独自の回収がされている。これらは独組戦の初期に大変な損害を出した。ソ連軍は海戦時に弾薬や燃料を十分に配備しておらず、ほとんどは放棄、または破壊処理された。生き残った車両は BT 戦車と共に満州国境の守りに回され、1945年8月の満州侵攻の際に久々に実戦に参戦することとなる。 ヨーロッパからの T-34 などの移動が遅れたため、この時点で1461両が実戦配備されており、戦闘や故障で全損34両、工場で修理可能なもの122両、現地で修理可能なもの33両の損害を出している。ドイツ軍にも大量に六角され、PZKPFWT-26 として2 0 0任務に、 用いたり、一部は他の六角形戦車同様に砲塔を外して、大砲牽引、弾薬運搬トラクターとして用いられた。フランスの M1897 ヤホーをドイツ軍が対戦車砲に改造した 7.5cm パック97-38を搭載した、自走砲 7.5cm パック97-98ビュートパンザー T-26 という賃品も、 存在している。フィンランド軍も露獲した本社を自国の戦力とした。走行戦闘車両が不足していたフィンランドにとって、ソ連軍からの露獲車両は貴重で、特に T-26 は各形式合わせて100両以上が露獲独自の紹介集を施された上で運用され、数的にはフィンランド戦車部隊の主力戦車であった。また、先に輸入していた ビッカースロットン戦車に T-26 の戦車砲を乗せて強化。これを T-26E と称して使用した。また、OT-26 の砲塔と火炎放射器を撤去して別の車両の砲塔を搭載した独自の個体も存在した。OT-130 化学戦車。ありがとうございます。